大企業で仕事のやりがいがありませんと質問したとき、ひろゆきさんが普通ですと言いましたが、どういう考え方なのでしょうか。嫌なことやるから金もらえるんですよね。その、要は、人が喜んでやるんだったら、それに社長はお金払う必要ないじゃないですか。なので、その、自分がやりたくないことをお金を払ってやってもらうっていうのが基本仕事なんですよ。なので、仕事っていうのは基本誰かがやりたくないことなんですよ。そのなんか、じゃあ便所掃除したくないから便所掃除する人雇うとか、その部屋の掃除したくないから部屋の掃除する人雇うとか、その自分がやりたくないことをお金を払って代わりにやってもらうっていうものなので、そのやりがいがないとか仕事が辛いとかは当たり前なんですよ。なので、もしその、やりがいが欲しいのであれば、その、自分がやりたいことを始めてみてください。例えば、漫画描くのが好きだから漫画描きますとかで、ね、漫画描いてるの超楽しい。でも、そのなんか、売上の計算とか経理とかってめんどくさいっていうのであれば、経理の人を雇ってその人に任せるみたいなので、その、要は自分がやりたくないことっていうのを他人に任せて、自分は好きなことをやるっていうのをやりたいのであれば、経営者になるしかないです。まあ、もしくは出世するとかね。